仏教大学は、京都府京都市北区紫の北花の傍聴96日本部を置く日本の私立大学である。1949年に設置された。大学の略称は、英略 BU、仏大、仏教大。仏教大学名称の通り仏教を見学の理念としている大学で、学則の第一条に仏教精神により、 人格見識高配にして活動力がある人物の育成を目的とし、世界文化の向上人類福祉の増進に貢献することを使命とすると明記されている。もともとが僧侶養成の機関であるため、全学科で浄土宗教師と浄土宗会教師の資格が取得可能である。なお、かつては仏教学を学ぶ学科として文学部に仏教学科があったが、 2004年度の学科再編に、伴い史学科及び、日本語日本文学科と統合されて、人文学科となった。しかし、2010年4月に、人文学科を割り振って、仏教学部仏教学科を再新設し、学科内に、浄土、仏教コース、仏教文化コースを設置した。学部や学科の名称から、仏教の文字を外す傾向がある中で、 仏教研究の核になる大学を目指すとしている。また、同時期に新設した歴史学部は仏教大学のみに設置されており、日本初となる学部である。仏教大学見学の地の石踏み。広報は、地音院三門江戸時代初期に、浄土宗が江戸で定めた関東18団輪の流れを組んで明治、元年に地音院山内に設けた。 仏教高級の機関が前身である。この年を始め元としており、地音院三門前に見学の日がある。その後、教学の振興と僧侶の育成を担う浄土宗の高等教育機関として発展を遂げ、学生の改革による統合、独立によって何度か校名を変更し、専門学校令による高等学院が1912年に設置されたことをもって、 創立としている。1913年に仏教専門学校と改唱。1949年に新学生により仏教大学に昇格した。なお、1922年以前に仏教大学と称していたのは現在の留国大学であり、東大学とは無関係である。見学の理念は仏教精神となっている。 昇格当初は、仏教学部仏教学科のみの短科大学から始まったが、その後学部、学科を増やし、2020年現在では7学部14、学科と4研究科7専攻の大学院を要する、総合大学となっている。また、1953年には、関西唯一、仏教系大学唯一の正規課程である、通信教育課程を開設。現在、 六学部十学科四研究科七専攻で、約二万名が受講しており、私立大学の通信教育課程としては、全国有数の規模を誇っている。大学通信教育の中では、取得可能な教員免許、資格が多く、家庭本科と呼ばれる、大学等を卒業した人が、教員免許、資格の取得に必要な科目を履修する過程もあるほか、通信教育で唯一、 宗教科教員免許の取得が可能である。地温院、山内、現行院仏教専門学校級、獅子型に校舎キャンパス再整備中の2014年。高良館南側に仮設校舎が建てられていた。通学家庭在籍数等上土州修祖法年坊、玄空の聖火であるる間家の家門であった行用に、大学の文字を配している。1949年4月制定。 仏教専門学校時代は行用に線の文字を配した交渉だった。イニシャルの B の文字からカラフルな5本のラインが右方向に伸びているマーク。大学内では交渉以上に目にする。1991年10月制定。本学所在地の地名である紫の日なんだ紫を用いている。表記は仏教大学ではなく、 仏教大学が正しい。また、英語表記も、ブッディズム・ユニバーシティではなく、仏教ユニバーシティとなっている。つまり、仏教という言葉を一般名詞としてではなく、固有名詞として使っている。仏教大学学科は、仏教大学の前身、仏教専門学校時代の1936年4月に制定されたもので、作曲は、 音楽教育課で生命研究科の吉田幸造作詞は仏教学者で仏教専門学校教授後に新生の仏教大学所大学長となった小西尊優が行っている1番は仏教大学の立つ高根地区を歌い2番は真理を求めた法年の辞責を3番は浄土宗を4番では 仏教大学で学ぶ仏教者としての心構えを歌っている。なお、入学式や卒業式では4番は割愛されることが多い。仏教大学学科菓し解説ぶった2012年に100周年を迎えるにあたっての記念に2010年に制作された。学内以外からの1374点の応募の中から選ばれ、誕生日や性格、 好きな食べ物などのプロフィールもある。入学先生式やオープンキャンパスなどの各種イベントにも登場しており、人気を得ている。数学過程では、公認されているクラブやサークルは全て学友会の所属団体である。学友会中央執行委員会の直属団体である、体育会本部、文化会本部、応援団本部、報道本部の所属団体がクラブ。 それ以外の無所属公認団体がサークルとされている。クラブは、文化会25団体、体育会27団体、応援団4団体、放送3団体。サークルは、文化系18団体、体育系18団体。通信教育課程の学生は、クラブサークル入部禁止である。その代わり、通信教育部学誘拐に入ることができる。 通信教育部学友会は全国10ブロックに43支部がある。各支部では学習を円滑に進めていくためのオリエンテーションやガイダンス、親睦会、また学習サポーターと協力して個別学習相談や情報交換会などを開催している。学友会機関文化会本部、所属団体体育会本部所属団体、 応援団本部所属団体放送本部、所属団体刑事大学野球連盟に加盟しており、同リーグ戦では、一部リーグ通算58回の優勝を果たした。全日本大学野球選手権大会出場21回、明治神宮野球大会出場5回の実績を誇る。オリックスブルーウェーブや、大阪近鉄バファローズの元都市の丸尾英二をはじめ、 中日ドラゴンズの投手で2020年東京オリンピックの野球競技日本代表で金メダルを獲得した大野雄大北海道日本ハムファイターズの元投手の甲野周数福岡ソフトバンクホークスの保守の張本雄大らプロ野球選手を多数輩出第6回全日本大学女子選抜駅伝で準優勝し第27回全日本大学女子駅伝で 初優勝を飾った。翌年の第7回全日本大学女子選抜駅伝で優勝し、第28回全日本大学女子駅伝でも優勝を収め、2連覇を果たした。第29、30回全日本大学女子駅伝では準優勝。卒業生では西原かす選手が2009年の第25回ユニバーシアード競技大会において、 陸上競技女子1万メートルで金メダル、5000メートルで銀メダルを獲得。また木崎良子選手は女子マラソンで2012年のロンドンオリンピック代表、2013年の世界陸上モスクワ大会4位、入賞、2014年の新川アジア競技、大会銀メダリストとなるなど、世界で活躍する選手を輩出している。梅慶太選手、小川彩月選手が、 2018ファイス世界大学空手道選手権大会に日本代表として女子団体型に出場し優勝。また同選手が空手1プレミアリーグ東京大会にも出場し優勝を果たした。2019年4月14日から18日にマカオで開催された第1回アジア大学空手道選手権大会女子個人系部門で 小川綾月選手が優勝した。2019年11月29日から12月1日に、スペイン・マドリードで開催された空手一1プレミアリーグ2019、マドリード大会に出場し、女子団体系部門で優勝した。2019年12月3日に、京都市スポーツ賞を受賞。2021年、高谷明樹選手が、第65回。 全日本学生空手道選手権大会へ出場。井本美咲選手が第66回全日本学生球道選手権大会で準優勝を果たした。2021年6月6日、鈴岡育也選手が第69回関西学生剣道選手権大会において入賞を果たし、第69回全日本学生剣道選手権大会へ出場。 2019年7月13日から20日にドイツで開催された WFDF2019 世界 U-24 アルティメット選手権大会に日本文化学科4回生の野沢みなぎ選手が日本代表選手として参加。野沢選手も得点を奪うなどの活躍を見せ日本代表は準優勝の快挙を挙げた2019年12月3日に 京都市スポーツ賞を受賞。辻義秀選手が2018年7月22日に広島県立総合体育館で開催された第26回、太市同学生選手権大会で重量級優勝を果たした。学園祭は4月の新入生オリエンテーション期間に行われる新入生歓迎祭の紫桜祭りと10月下旬から11月上旬。 頃に行われる高良祭の二つがあり、一般的に学園祭と呼ばれるのは高良祭である。どちらも学生たちが実行委員会を組織し、大学側との協議を行いながら企画、設営、交渉、宣伝などすべて学生たちで行っている。中でも高良祭ではミュージシャンによるコンサートやタレントの特賞、 吉本工業所属の若手芸人によるお笑いライブなどが行われることが恒例となっている。また、その部キャンパスが竣工した直後は、その部祭が存在した。高梁祭に出演した、主なゲスト最高執行機関である、中央執行委員会と常設議決機関である、大議員会を中心に運営されている。大議員会が休会していた頃は、中央執行委員会が、 代理委員会の職務を代行していた。大学が公認するクラブやサークルはすべて学友会の団体となっている。また、高梁祭や紫桜祭りなどの通学過程の学生を対象とした祭典行事は学友会が主催する。学生の居住地域ごとに支部を構成し、45支部がある。夏季スクーリングの際に祭典行事を開催する。開放。 紫野の,の発行や傾聴業務を行っている。国内に41、海外に4の支部を設置する。土川義吉吉育薫遂園、桑田博紫福島民岡林水木吉石橋海道、江藤町営小西孫遊小西孫遊高畑、広島長垣新が、江谷隆海、藤原良年水谷幸正斗を結信。 高橋広次、中井正隆福原高吉山際信行田中紀彦伊藤正弘、紫のキャンパス1号館中庭右上は礼拝堂施設紫のキャンパスを北東側から撮影左に重則上昇館右に7号館礼拝堂撤去済み2条キャンパス1号館2条駅東側に一致する現在は1号館のみからなり 保健医療技術学部の教育、研究棟となっている。1階にカフェテリア、アムリタや、売店、B1 ショップがあり、2階以上に、教室や各種実習室がある。二条駅西側に、将来、二号館建設予定のキャンパス予定地を有し、京都市埋蔵文化財研究所との発掘調査から、出土した物品から藤原義美邸宅跡であることが、確認され、日本で、 初めて発掘で、平安系の貴族邸宅の位置が明らかとなった。その部キャンパスセミナーハウス施設宗教文化ミュージアム、施設宗教文化ミュージアム文部科学省、オープンリサーチセンターの補助金で設立されたアジア、宗教文化情報研究所を母体とし、2008年4月にミュージアムに改装され、開館した。そのコ高地から出土した、考古遺物や、 浄土宗寺院調査の一環から帰宅された仏像などが展示されており、シルクロード部門、歴史文化部門、浄土宗文化部門という部門から宗教文化に関する調査研究とその結果を公開している。併設する宗教文化シアターでは宗教芸能を中心に無業文化財の公演が年4回行われている。施設等大学と同じ浄土州の 学校法人によって運営されている学校。http://www.bukkyo-u.ac.jp:/buttan:/ 文化系サークル、体育系サークル文化会本部所属団体、体育会本部所属団体応援団、本部所属団体放送本部所属団体、公式野球部。 大野雄大選手中日ドラゴンズからドラフト1位指名されました。2010年10月28日大学紹介に関するお知らせ仏教大学中日大野武氏がノーヒットノーラン達成史上81人目地下の開挙から8日同月達成は34年ぶりスポーツ日本新聞社2019年9月15日閲覧 公式野球部長本選手福岡ソフトバンクホークスから育成ドラフト4位指名2013年10月24日大学紹介に関するお知らせ仏教大学空手道部の小川さんが第1回アジア大学空手道選手権大会で優勝仏教大学2019年4月21日閲覧空手道部首相高山駅選手第65回 全日本学生空手道選手権大会出場。仏教大学。2021年8月9日閲覧。剣道部首相鈴岡育也選手第69回。全日本学生剣道選手権大会出場。仏教大学。2021年8月9日閲覧。アルティメット界の沢南選手が、世界大会準優勝の快挙。仏教大学。 2019年9月13日閲覧。二条西キャンパス建設予定地で、平安貴族の邸宅跡を特定する、牧書等が出土。2012年1月11日時点のオリジナルより、アーカイブ。2011年12月12日閲覧。羽畑学術的、歴史オタク仏教大学歴史学科の魅力、週刊朝日。 アイラドット2019年5月1日閲覧。ありがとうございます。